はい、関口より嬢さんの昭和20センチです。お願いします。毎年このような柄のゴリが多数出品しておると思うんですけども、例年とは違うのはちゃんと元風呂があるところです。去年おととしですと結構こういう大柄の二段の模様なんで全くそのまま秋になっても炭が出なかった声がありますが、今年はちゃんとこれ元風呂を持っているということです。元風呂がなかったら外してましたけども、元風呂があるということでですね、チャンスがあると思い出しました。そしてちゃんとこれも鼻の先口先にですね、口摘み鼻摘みありますのでね、こういう持ってる鯉は 出てくると思います。ちゃんともうこれじわじわとこれ頭の上からですとこ出てきてますよね、炭なので。意外とこれも秋には分かりません。毎年このようにですね、二段の鯉がですね大化けして、2、3とかにノミネートに絡んできております。そして今の6月の写真と比べてもですね、発送する時には全く柄が炭が出て分からんぐらいになってる鯉もいますので、この鯉もそういったものを秘めている可能性は十分あると思います。はい、どうでしょうか。本当に出ればですね変わりますのでね、ただ出るポテンシャルといいますか素質はあるんじゃないかなと思いますね。はい、よろしくお願いいたします。